ああ朝風呂最高。そういや、宿をここに決めたのもこの風呂が気に入ったからだったな。それにしてもクオンの風呂への執念には恐れ入る。相場よりも高いと聞いて悩んでいるように見えたんだがな。この風呂を見た瞬間、宿を決める前にもう風呂に飛び込んでたからな。帝都見物。うん、ネコネが都の案内をしてくれるんだ。帝都の名所や美味しいお店、せっかくだからこの機会に着物を新調するのもいいかな。もちろんルルティエも一緒だよ。私、都を見て回るの初めてですから、なんか二人とも妙にテンション高いな。そりゃ構わないが、着いたらすぐに職を探すとか言ってなかったか。もちろんだよ。でもはるばる帝都まで来たんだもの、そんな慌てなくてもいいと思うな。そうだよね、ハク。こっちは一向に構わんが。一瞬の間が気になるが、気にしないでおっか。いや、これで働かずに済むとかは思っていないぞ。うん、思っていないとも。お待たせしました、姉様。わざわざ悪いね。いえ、姉様のためでしたら。あ、姉様？ハク、一体どうしたのかな。お前らもしかして生き別れの姉妹だったとか。ハク、そうか、クオンの旅の目的は妹を探すことだとしたら辻褄が合う。何をバカなことを言ってるです。よくわかったね。え？そう、ネコネは私の妹だったんだ。猫ね、もう二度と離さないから。姉様。私はという冗談はここまでにしておいてっと。実は猫ねと義姉妹のちぎりを結んだんだ。ちぎり？なんだかいかがわしい響きだな。未成年お断り的な。何か不届きなことを考えている気がするのです。大げさに言えば、血のつながりはなくても自分の利害や生死を度外視して互いに尽くそうってことになるけど、要は姉妹みたいに仲良くしましょうっていうことだね。ずっと前からね、
妹が欲しかったんだ。姉様、私も姉様みたいな姉様が。何か言った？いえ、何でもないのです。うむ、仲良きことは美しきかな。また不届きなことを考えている気がするのです。この曇りない心とマナコに何を言ってるんだ？皆様、お待たせしてごめんなさい。ううん、全然待ってなかったから。ルルティエ様が来ましたし、出発するですか？あ、行ってらっしゃい。女三人で盛り上がっているようだし、一人くらい抜けても構わないやな。じゃあこっちはもう一眠り。うがつ。一体どこへ行く気？どこって、こっちはちょっと二度寝をっとな。何を言ってるのかな。悪魔ついてくるって話だよね。ああ、いや、お邪魔かなって。ここは一つ女三人で。もしかして一人だけバックレようって魂胆ですか？みんなを案内しようと張り切ってきましたの。そうなんだ。一緒に見物に行くことをルルティエなんか楽しみにしてたのに。いえ、そんな、私は。いや、ちょっと遠慮しようかなって思っただけで。俺も楽しみにしてたから。本当だからな。はい。信じてましたって感じの笑顔が痛い。絶対に信じてないって感じの蔑む視線が痛い。改めて見てもさすがは帝都なんだね。はい、大きすぎてめまいするくらいです。一体誰がこんなすごい都を作ったんだか。この都は、このヤマトを樹立された帝が何百年も前にお開きになられたのです。なるほどな。その当時の帝ってのは建築に造詣が深かったと見える。何をおかしなことを言っているのです。帝は今も昔も変わらずここにおられるのです。ん？いや、今も変わらずにって確か数百年前にとか言ったよな。まさか当時の帝が今も生きてるわけがないしな。帝が今も生きてるとか、何を当たり前のことを言ってるですか。え、本当に生きてんの？え、何を言ってるって、こっちがおかしいのか。帝ってのはこの国の樹立以来何百年も生きてるっていうのは本当みたい。
少なくとも姿は変わっていないって聞いたよ。何百年、そんなに長く生きられるもんなのか。長生きしているようで、実はこっそり大回りしてるとか、何か種や仕掛けが。普通は無理かな。長生きできて200歳くらいだし、大抵は50過ぎあたりから何らかの要因で亡くなっていくから。だよな。って、それでも200は生きたりすんの？帝ってのは何者だ？私たちヤマトの民の大いなる父であり、全知全能であられるお方なのです。いやいや、いくらなんでも全知全能はないだろう。全知全能ね、そいつはすごい。何でもできるわけだ。言い伝えではこの帝都を築く際に不思議な力を使われて、たった一人で山を切り開き巨石を積み上げたとか。大昔の戦では雷を呼び地面を揺らし竜巻を起こしたとか伝えられているのです。帝はそんなすごいお方なのです。眉唾っぽい話がさらに眉唾になったら、本人は真剣に語ってるが、果たしてどこまで本当なのやら。まあこの手の話は権威づけのために話を盛る傾向にあるしな。それでも話半分に聞いておいた方がいいか。何にせよ、私たちごときが帝を知ろうとするなど恐れ多いこと、身の程というものを知るべきなのです。でなければその身を滅ぼすですよ。偉い人には気安く触れるなってか。何でもできるっていうのなら、あって願い事の一つも叶えてもらおうと思ったけどな。ずうずうしいにも程があるのです。帝に拝謁するには大きな功を立てる必要があるのです。ましてその願いを叶えていただくときは、それこそもっともっと特別な功を立てなければなのです。ほん、冗談のつもりだったけど、実際に願いを叶えてくれることもあるんだな。例えばどんなご褒美があったのかな。はい、それは。これがオムチャッコ川なのです。この川は物流の要にもなっていて、都の人たちの生活を支えているのです。へえ、確かに都に通じる街道は広いが、車に積んで持ってくるようじゃこのだだっ広い町の衣食住には追っつかないか。しかし背後には山、周囲を丘陵地、町を縦断する大きな川、もしかして七層。いや、まさか。次はどこへ連れてってくれるの？さらに南に下って門まで行くのです。何度見ても見事な門かな。ここに初めて来た時も見たが、本当にでかい。不必要なくらいでかい。この高さにこの厚み、この門も帝がたった一夜にして作り上げたとか。帝ってのはあれか、ムキムキ筋肉なのか。何を考えてるのか知らないですけど、とにかくそこに正座するのです。こんなに大きいとどうしてなんだろうって思ってしまいます。帝の、ヤマトは世界の中心だから威風堂々とあるべきというお考えの他に、儀式的な意味もあると言われているのです。なるほどな。この迫力に圧倒されるようにか。まともな方法でこれを破ったり乗り越えたりとかできない。そんな心理的効果を狙っているのかもしれないな。ルルティエ、
あれは なんだありゃ。あれって、あれはこのヤマトの守護者なのです。国難あれば現れ、民を国を守る帝の御使い、ヤマトの守護者アクルトゥルカ。アクルトゥルカ、おとぎ話とかで何度も聞かされてましたけど、あんな大きなお姿初めて見ました。驚いたりしてごめんなさい。仕方がないのです。こわもてとされたお姿はあらゆる災いを睨み退け、民を守る決意の表れなのですよ。正門が儀式的な意味で大きいと言ったのは、凱旋した彼らがこの門をくぐれるようにって意味も込められているのです。ってことはまさかこいつら動くのか。ここから発進し迫り来る敵をなぎ倒していく。え、何をバカなことを言ってるです。ただの像が動くわけないのです。中は空洞、兄様に頼んで中を見せてもらったことがあるから間違いないのです。そうなんですか。私も中に何かすごいものが詰まってると思ってたからちょっと残念だったですが。なんだ、結局考えることはみんな似たようなもんか。クアン、そんなに気になるのか。この国にも似たような伝承があるんだなって。クオンの故郷にも同じようなのがあるのか。そんなとこかな。猫ね、次はどこに案内してくれるの。はい、次は中央の大通りから北へ戻って聖廟に向かうです。巨石建築物、いや石じゃないっぽいな。材質不明の硬質な何かで覆われていて、しかも表面がほぼつらい位置で覆われてる。門や王子に並ぶ屋敷もかなり凝った建物だったけど、それらとは大きさ以前に工作精度が明らかに違う。ここは様々な祭祀が行われる場所なのです。これより先は神聖な場所です。重鎮以外は立ち入り禁止なので注意するです。特に頂は帝に連なるお方と祭祀に直接関わる方々以外の立ち入りは厳禁なのですよ。いや、許しがあってもあんな高いとこまで登るつもりないから。噂では聖廟の中にも部屋がいくつもあって、失われた地が眠っているとか、ものすごい財宝が隠してあるとか言われているのです。高位の学士の方なら中を見ることを許されるという話も聞くですけど、その話自体本当なのかどうか。財宝とな。そして聖廟手前にある双子の建物が宮廷なのです。ああ、そこなら入ったことがあるぞ。ルルティエのお供でだけどな。はあ、そうなのですか。うん、反応が薄いな。もしかしたらそっちは案外と誰でも入れるのか。みやびっていうのかな。とっても洗練されてるね。はい、すごく綺麗です。それには同意だな。手の込んだ優美な装飾、荘厳な建物、キラキラするくらい磨かれていて、なんというか天上界の建物という雰囲気すらある。確かに帝と呼ぶにふさわしい人物の住まいという気がするな。しかし何もかもでかすぎるな、この都は。町も道も門も、そして宮廷も何から何まで大きいと来てやがる。ずっと歩いてばかりで不便なことこの上ないな。
歩くのは当然なのです。まさかずっと馬にでも乗ってるつもりなのです？いや馬じゃなくて、じゃなくて、なんだ、何を言っていいのか思い出せない。まあいいか、説明しようがないしな。それじゃあもうお昼過ぎだし、どこかで食事にしよっか。はい、ずっと歩き詰めでしたから。賛成。この都でかすぎだ。腹減ったし足も痛いし。わかりましたです。それでしたら。いいね、こういう雑多とした感じ結構好きだな。さてまずは。喉が渇いていないですか？あ、おいしい。不思議な味わいです。そうか、うまいのか。そうですか。あの、よろしければこれを。いいのか、まだ随分と残ってるようだけど。大丈夫です。私そんなにいっぺんにたくさん飲めないから。ならありがたくいただこうかな。む、ほのかな酸味と香ばしさを感じる不思議な味わいが、ちょっとシュワシュワしてる不思議な飲み物だな。これはこれでありか。一息ついたよ。ん？あ、奥様の唇が、私の顔が赤いの。疲れたのか？いえ、なんでも。そうか。さて、何を食べようかな。あの揚げ物はどんなのだ？カムカですか？炒めたひき肉と野菜を薄い生地で三角形に包んで揚げたものなのです。それは食べたことないかな。じゃあそれにしてみよっと。じゃあ自分はこっちの魚を挟んだ何かにするか。しかしこの魚生っぽいけど大丈夫なのか？それはお魚の塩漬けを溶かした厚いアマムの生地で挟んだシェルチチというものなのです。どれどれ。うまいが結構塩辛いな。こうなるとこんな真っ昼間から飲ませないのです。なんでわかった？兄様と同じ行動してたらバレバレなのです。猫姉様、あの黄色の甘い香りのするのは何ですか？見たことなくて。あれはクニューというお菓子なのです。確か甘く溶いた卵の生地に煮詰めた果物や香草を入れたものだったと思うのです。黄金色にキラキラしてます。黄金色に輝くお菓子か。なんでだろう、ルルティエは微笑ましいのに、ハクが言うといかがわしく感じる。
きっと存在そのものがいかがわしいからなのです。おいこら、失礼な奴らだ。自分のどこがいかがわしいってんだ。ハク様は優しい方ですから。ルルティエは優しいな。でもいかがわしいは否定してくれないのね。こっちの丸いのもお菓子なのかな。フリャンなのです。おやつの定番と言われるくらいみんな大好きなのです。あ、ヨルクル。ヨルクル、ラニャ、動物の乳を発酵させて固めたものです。こっちにもあったんだ。使ってる乳が違うみたいだけど、実家の方にも同じようなのがあるかな。見た目甘酸っぱくてうまそうな感じがするな。うん、とっても美味しいかな。はい、美味しいです。じゃあちょっと食べてみるか。それは料理に使ったり甘く溶かして飲んだりするものって。こいつら。おう、なんかいい香りがするな。これは肉か。シュシュケプなのです。遊牧の民ウズール種から伝わった料理で、香辛料に漬け込んだ肉を串に刺して焼いたものなのです。あっちではヨルクルの飲み物と一緒に食べるそうです。美味しいですよ。美味しそうだね。この辺りは他の国の食べ物を出している屋台が多いのです。そこの屋台のは南にあるシャッホロの伝統料理で、カッツという魚に衣をつけて揚げ、さまざまな香辛料のタレをかけたイソカッツォ。こっちはマソという魚のすり身の揚げ団子を赤いタレで煮たフクトマソ。そっちの屋台のはポカという名国の家庭料理です。作るとタレを生地にのせ、それに香草、卵、燻製肉をのせて釜で焼いたものなのです。のせるものでいろいろな種類になるのですよ。こんなに種類が豊富なのはさすがテートってことなのかな。はい、ヤマトの中心であるこのテートには世界中のいろんな料理が集まってるのです。妙に自慢げだが、わからんでもないか。これ全部を制覇するのは結構大変だぞ。しかし見れば見るほど目移りしてしまうな。なんやかんやで結構食ったな。ちょっと喉が渇いちゃったね。一服しながら箸休めでもしたいな。やっぱりあれだけ食ってまだ食い足りないのか。どうかしたのか。あの猫ネス様、この通りはここですか。確か書物や絵画を扱っているお店の多い通りなのです。扱っているのは大衆文芸中心なので、私はあまりよく知らないですが。女性っていうか女の子ばっかだな。そのせいかなんていうか華やかっていうか。あの その少し見てきても良いでしょうか。
何か買いたい書物でもあるのか。そんな感じです。いいんじゃないかな。よかったら一緒に行く。いや、一人で。ルルティエ。いえ、大丈夫です。この辺りはちゃんと調べ、いえ、知っていますから。いえ、その、何でもないです。それなら私たちはそこの茶屋で待ってるかな。一応地図は渡しておくのです。ありがとうございます。それでは。なんか妙にそわそわしていたな。そんな時もあるのかもね。じゃあルルティが戻ってくるの待ってよっか。クオンはなんとなく分かってるっぽいの。どすまない。いえ、こちらこそ。うっかりよそ見をしていました。ありがとうございます。これは猫ねさん、ここで出会うとは奇妙な巡り合わせですね。あなたはもしかして知り合いか。知り合いというほどでは。猫ねさんは才女として知る人ぞ知る方ですからね。年齢のせいで隠しにはまだなられていないのが残念です。そんな大層なことではないのです。それを言うならあなたこそ。あ、なんでもないのです。いえ、お気になさらずに。それで見たところ、猫ねさんは都に遊びに来たお友達を案内しているという感じですか？はい、なのです。それより、どうしてあなたがここに？私がこんなところにいると、不都合でも？不都合じゃないですけど、なんだか似合わないのです。普段は王子のもっと格式高い店にいそうな。いやいや、普段は使いのものをやりますので、そういったところにも出歩かないのですよ。ただ、今日は少し大切なことがありまして。大切なことですか？ええ、やっと新刊の入稿。いえ、届け物に。大切なものですので、こればかりは人任せにできませんからね。最近は筆の乗りが軽やかでして、おかげさまで依頼が多く、副業がおろそかになってしまいましてね。いやはや、困ったものです。それって、副業ではなく本業。あなたが困った人なのですよ。おっと、こうしてはいられない。次なる構想を書き留めなくては。では、
名残惜しいですがこの辺で。お兄様にもよろしくと。はあ、それではそちらのお方たちも失礼します。縁がありましたらまた。なかなかよさげな感じの。今度の組み合わせにぜひとも協力を。あーくん、さっきからお尻のあたりをもぞもぞさせてどうかした？いや、背後からの気配が。なんだろうな、妙に身の危険を感じる。活気があってみんな明るい表情だね。さすがは帝都と呼ばれるところの中央通りか。人も店の数も半端ないな。うん、でも私の祖国も負けてないから。なんだろう、愛嬌心はわかるな。なんか妙に対抗心を燃やしてないか。あの待ってください。ルルティア様、もっとこっちです。ここで人波に流されたらあっという間にはぐれてしまうです。そうだね、はぐれたりしないよう手はつなごっか。はい。それじゃあ猫ねはね。私もです。うん、はぐれたりしたら大変かな。はいです。ルルティエのためにって雰囲気をさせているな。あれはどう見てもクオンがつなぎたかったんだろうな。妙に嬉しそうだし、テンションも高いし、目尻下げてニコニコしてるし。あれ、あれってばもしかして。行ってみよっか。飴細工の屋台か。わあ、綺麗。確かにキラキラと輝いて綺麗だな。まるでちょっとした宝石って感じだ。こりゃまたすごいな。飴でこんなものまで作れるのか。花や動物、なんかよくわからないものの形を精巧にかたどっていて、見ているだけでも楽しくなる。私も上京したての頃は驚くことばかりだったですよ。こんな飴細工とかお祭りの時でも見たことなかったのです。はい、こんな綺麗なの初めてです。嬉しいことを言ってくれるめんこい娘っ子たちだの。どうじゃな、お一つおまけしとくよ。それではおじいさん、飴を4つちょうだいな。あいよ、毎度あり。あの、いいのいいの、ここは任せて。でも神は高価ですし、こんな立派な飴細工ともなるですと。そうなのですか。気にしないで、私が食べたかったんだから。おじいさんのおすすめはどれですか？そうじゃな。お前さんは花のように華やかな娘さんじゃな。では、花の飴がええかの。ありがとう。お上手ですね。なあ、その花食虫だったり毒のトゲとかあったりするのか。
そこの可憐で愛らしいお嬢さんにはこの小鳥なんかがよかろうて。かわいい。ココポがまだひなだった頃みたい。食べるのがもったいないくらい。確かに大きさはともかくどことなくあれに似ているか。あれにこんな可愛い時代があったなんて認めがたいが。何も言わないんだ。何をだ。ずんぐりとかへちゃむくれとか言うはずです。こんな可愛いのに何言ってるんだ。お前ら何気にひどいな。え？いや、ずんぐりとかへちゃむくれとか言って。うん、そんなことないかな。そうです、とっても可愛いと思うのです。ありゃどう見ても本心だったろう。最後にとびきり可愛らしいお嬢ちゃんには、うん、これなんかどうかの。可愛い。いや、可愛いは可愛いけどな。私だけこんな。お嬢ちゃんとは初めて会った気がせんからな。ほんのおまけじゃ。ですが。代金は同じじゃ。かまわんかまわん。このじいさんの好みってことか。もの好きな。これは神獣ヌコですか。ヌコっておとぎ話によく出てくるあのヌコですか。はいです。気まぐれで人を翻弄することもあるですが、困った時には見えないところから助けてくれたりするあのヌコです。確かに雰囲気が猫にそっくりかな。素直になれなさそうで可愛いところなんかも。確かに一見可愛らしいが、本性を隠して裏では凶暴そうな感じだな。そしてお前さんにはこれがいいかの。まあ、ありゃ。ちょっと待て。なんだこのギギリな飴は。しかも他と違って作り込みが半端じゃないというか、本物みたいに精巧で気持ち悪い。わしの老作じゃ。お前さんにならこれを渡すにふさわしいと思ってな。力作にも程がある。まるで今にも動き出しそうなんだが、まさか本物を飴で固めてたりしないよな。遠慮はいらん。頭から豪快にかぶりつくとえ。うん、おいしい。はい、甘くてなんだかお口がスッとします。果物の味なのです。あなたもつべこべ言わずとっとと食べるです。どうしたのじゃ。まさかわしの老作が気に入らぬと言わぬじゃろうな。ねえ、誰が食えるか、こんな不気味なもの。すべこべ言わずとっとと食らえ。かわいいお嬢さん方を連れ回す男にはそれがお似合いじゃ。このじじ、明らかに態度を変えてきやがった。
なんだろう。あの方は。あいつはあの仮面の男、あの時に賊の討伐を指揮していた男、名は確か右近衛大将オシトル。そうだ、オシトル、そんな名前だ。右近衛大将ともなるとやっぱり有名なんだな。え、おそらくこの大和にオシトル様を知らない者はおりませんかと。そんなにか。なんじゃ、あの方を知らぬとはどこの田舎者じゃい。各地を転々と旅してまして、先日この都に着いたばかりですので。なんじゃ、そうじゃったのか。なら仕方ないの。おほん、あのお方こそ大和の双璧と謳われる左近衛大将三日月様と並び称される右近衛大将オシトル様じゃ。お忙しい身でありながら、折を見てはこのように都を巡回なされてな。文武両道、清廉潔白、いつも民のことを考えてくださる大変素晴らしいお方じゃよ。この程度で平穏な暮らしが送れるのも、ひとえに三日月様とオシトル様のおかげじゃな。へえ。慕われているみたいだね。そんな気はしてたけど、ここまでとは思わなかった。はい。猫ね、どうしたの？いいえ、何でもないのです。何でも。こいつまでもか。こんな小娘まで虜にするとは、恐るべし男よ。三日月って方は知らないが、オシトルの人気は相当なもんだな。知らぬとは何事じゃ。確かに大和でのオシトル様の人気は凄まじいものがある。じゃがな、真に実力あるものは爪を隠すものなのじゃ。三日月様こそ慕われるに足るお方。戦働きはもちろんのこと、人知れず姿勢を案じる心根の優しさ、裏若き乙女に対する奉仕の細やかさ、すべてオシトル様に一歩も引けを取らぬ。いや、オシトル様よりはるか上を行くと言ってもよかろう。へえ。なんじゃ、その気のない返事は。ルルティエ、このじいさんの言ってること本当なのか。はい。三日月様もまた大和に知らない者はおりません。
オシトル様が10なら三日月様は5、そう並び称せられる方々です。そうなのか。猫根も会ったことあるのか、三日月ってやつに。三日月様、あの方は苦手なのです。ヤマトの双璧が民衆に慕われていることはよく分かったが、しかし話を聞けば聞くほどご体操すぎてかえってうさんくさいな。誰がご体操でうさんくさいじいさんじゃ。あんたのことじゃないってのオシュトール、あの男のことだ。どういう意味です。いや、人なんてのは普通一つ二つくらいやましいところがあるもんだ。高潔でそういったものがないようなことを言われたら怪しく感じるのは仕方ないだろう。何を言うですか。そんなことはないのです。いやいや、別に会ったって構わんだろう。そっちの方が親しみが湧くだろうに。実は三度の飯より覗きが好きでしたとか、女装が趣味だったとか、そういった人間味があった方が親しみがあるだろう。いって蹴るな蹴るな。なんでそんなに怒る。別にそれだっていいだろうに。ちっこいから威力はないが、連続されると地味に痛い。自業自得じゃ。言っちゃならんことを言いおってからに、若い娘さんに聞かれたらそんなもんではすまんというのに、その娘っ子たちに感謝するんじゃな。つまりあの黄色い歓声を上げていた連中と同じってことか。うん、仕方ないかな。ガウト、こんな凶暴な小娘まで心酔させるとは、オシトルという男、なんと恐ろしい。ちょっと、やめて。そろそろ本当に言いたい。おのれ、それもこれもあの男のせい。ん？おい、お前の大好きなオシトル様がこっち見てるぞ。ついでにそのはしたない姿も。そんな嘘に騙されると思って。よかったな。笑ってくれたのは多分お前だけだ。ブルーン。何を。
す。乙女心をまた遊ぶなんて仕方ないかな。そんなことしたら火傷だけでは済まないのに。言ってる意味がわからない。まだ怒りが収まらぬとな。仕方がない。こんな時はなんか知らんが自分が悪かった。詫びにこの飴をやるから落ち着け。甘いものは心を豊かにするからな。うん。いきなり何を食べさせるですか。いや何って飴。心配しなくてもまだ口をつけてないから大丈夫だ。そういうことでは。なんですこの妙な味。虫味じゃ。ちょっと大人の味ってやつじゃな。それを忠実に再現するのは苦労したぞい。